と海外日記がね、すごい印象的だったわ。なんかすごいね、みんなもなんかツイートしてる人が多かったんだけど、海外日記がなんかもう、なんかもう、うわーみたいな、うっとりしてなんかこう見てる画像があって、なんかそれがすごいね、なんか心に刺さるようなシーンだったりとか、海外日記もいっぱい来てて嬉しかったね。あれ、ミーム化しちゃったわと。最高。ミームまで、ミームまでね、できるっていう。イラストになってね、なんか見た見た。ファンアート上がってたわ。なんか、感情がすごい顔に出てたっていうね、ところがすごい良かったなっていう。いや、ミコもさ、ミコピーの顔一人一人全部見たいわって思う。どんな顔してたんだろうって。でも間違いなくみんなすごい笑顔でね、いてくれてたんだけど、なんか、泣いてくれてるミコピーとかもさ、いたらしいからさ、見たいなって。恥ずかしいから見ないで。いやでもめっちゃ嬉しいよね、そういうのはやっぱり、超嬉しいなと。